引き足同サイドのののウィングが、えー、減った理由はは何ですかか守備戦術の発達はあるのかなって思いますねなんだっけこないだそれ1回考えたんだけどな、えー、昔だとディレイ守備じゃなくて結構突っ込んできてくれんのよあのフィーゴの映像とか見ればわかるけどフィーゴの映像ってプレスバック待たないで相手が突っ込んできてくれたりしてゼロ距離にして縦て行ったりとかするんだけど利き足同サイドってさ あの縦突破ってスピードだけに思われがちだけど、それはアダマトラ折れの抜き方で、実際にはこの間やった久保の現象と一緒で、こっから横に行ったらみんなもついてこるじゃん。でも、こう近づいた後横に行かれると抜かれるみたいな、このゼロ距離にするのが大事で、だからディフェンス側、ディレイして、ディレイして、ディレイして、距離詰められないようにして、他の選手が来るのを待つみたいな。きね、元日本代表の安田選手、ウッチーとの動画が記事になったんだけど、サイドバック縦行かれる方が嫌だと。 中行かれる分にはボランチ挟み込めようって思うけど、縦行かれると1対1でやられるからダメージ来るみたいな。だから、L 字の原則と一緒で、L 字って、守備の時の L 字の原則、中級学の本とかにも書いてんだけど、ドリブラー来ます、サイドバックがディレイします。で、縦を押さえるの、先に追いついた。だから基本サイドバックじゃん。縦を押さえて、この時に抜かれないようにすると、他のボランチとかサイドアウトが戻ってきて L を作る。そうすると中は行かせなくて、縦にしか行けないから、 縦がが潰せるるもししくは中行かせ直してる人が横から当たるみたみいなでこれが上手い選手だと縦行くと見せかけて横から来る選手に対して整体し直して中行くとか整体のターゲットを変えれるみたいなだイニエスタとかベルナード・シューバー、ね、あの可視化できる速さないのに抜けるのはそういうことなんですけどでこれが距離をディレイしないと近くまで行ってクッてできるから昔の選手の方があそこの守備戦術は整ってないなと思いますね。 だけど、今の選手でもスピードあると、ディレイしようとしても、相手が詰めてきて、あ、なんか取れそうで、詰めた瞬間、縦いかれるみたいな、エンバペとかドクとかの抜き方そうだから。昔に比べて、縦が、縦突破の人少なくなったのは守備戦術の発達かなって思いますけどね。だカットインの選手はいるけど、カットインシュート減ってんのも守備戦術の発達だと思うしね。何人も抜かなきゃいけなかったりとか、今だとするから。